皆さんも学校でこんな思いしたことはありませんか？自販機を下校中とかに暑い時とか結構飲みたかったんですけど、買ってはいけないって感じだったんで、それがちょっと謎かなっていうふうに思いました。これを着ないと上からコートとかパーカーとか着れないことです。ブレザー着てたらちょっと動きにくいので、融通きかしてほしいなってちょっと思いました。謎にも程がある学校のルールが続々と。筆って学校で洗ってた？いや、家で洗ってました。2階の洗面台で洗ったら怒られた。なぜ使った書道筆は学校で洗えないのを調査。さらにこういった重量物を背負っていることによって学習にも悪影響を及ぼす可能性があると思います。置き弁はダメ？重すぎるランドセルが子どもたちに悪影響？犬山さんと考えていきます。二児の父、私吉弘がリポーターを務めます。犬山神子さんと考える家族と子育て、神子と学ぶです。今回のテーマはこちら、学校の謎ルールを話し合う学校アップデートです。今回もですね、皆さんからのご意見を募集しております。画面右上の二次元コードを読み取ってご意見をお送りください。では最初の議題なんですが、まずはこちらです。はい、なぜ書道筆を学校で洗えないということで、どうでしょう犬山さん、書道筆を学校で授業で使った時は洗っていましたか？はい、学校で。私の世代、私は洗ってたんですよ。だから今洗えないってことにびっくりしてるんですけど、ただね、そのシンクとか流しが洗ったら汚れちゃうんで、どうしてっていう、なんか、はい、びっくりです。ありますよね。まあ、こう小中学校の習字の授業で筆を使った時に学校で洗わないで家で洗うっていうようなこともね、あるということなんですけれども、これすぐに洗った方がいいのではないかとか、家に帰った後だと忘れる、学校で洗ってほしいなんていう声も上がっているんですけれども、なぜ洗えないんでしょうか。お話を聞いてきました。学校で洗ってた人。はい、洗ってない。そのままカチコチガチガチでほぐして使える。筆って学校で洗ってた？いや、家で洗ってました。学校で2階の洗面台で洗ったら怒られた。その謎に迫るため訪ねたのは熊野第一小学校に来ました。筆の里熊野ということで、はい、1年生から書道の授業が行われているんです。さすが広島が誇る筆の里ならでは。多くの市町では小学3年生から始める習字の授業を1年生から取り組んでいます。書道の授業楽しかったという人？はい、あー、ピシッと皆さんね、全員手が上がりました。素晴らしい。楽しかった？はい。あー、どういうところが？漢字を書くところ。今日は特別に吉弘アナウンサーが字を書いてくださるそうなので、 お手本にはなるかどうか分かりませんが、じゃあちょっと書かせてもらいますね。お願いします。お願いします。子どもたちの注目を一身に浴びる中、みんなが授業で教わっていた漢字の口を私も。あ、ね、はい、では行きます。難しいとやってましたもんね。よいしょ、よいしょ。おーでいいのかな。きれい、きれい、きれい、きれい。力をしっかり入れる。細い、細い、斜めじゃないしや。一つも手本に、一つも手本になってない。結構さあどうでしょう。厳しめですね。きれい、きれい、きれい。口という字を書きました。どうですか、口っていう字。微妙、微妙。頑張ります。はい、では本題へ。なぜ学校で筆を洗ってはいけないのでしょうか。学校でなぜ洗えないのか。一番は45分の中、授業の中でしっかり子どもたちに集中して字を書かせたい。だけれども習字の道具を揃えたり、また片付けたりするのに時間がかかってしまう。筆を洗うとなると手洗い場ですよね、そこに人数が集まって待ち時間等も出てきたりして授業中が少なくなりますよね。そこが一番の問題で、持って帰らせるということで、そのしっかり授業の中を取ろうということが目的ですね。お家で洗うということなんですけれども、広島県全体で決まっていることなんですか？いいえ、違うと思います。それぞれの学校の状況に応じてだと思います。
児童の数に対して蛇口の数が少ないことや炭で手洗い場がひどく汚れることなども一つの要因だといいます。とはいえ使った筆をすぐに洗わなくていいのでしょうか。家で洗うということは、はい、使った後こうちょっと時間があるじゃないですか、はいはいはい、この場合筆に痛みというのは来ないんですか。あの固まってしまうと洗うときに力を入れたりしなきゃいけなくなって痛みが発生したり、あんまりカチカチになる状態はよろしくはないとは思いますけど、今日使ったものを家に持って帰って洗うっていうのは全然問題ないと思います、はい、根元のところに炭が溜まったまんまだとここが固まって使いづらくなるので、ここの炭をとにかく出すっていうのがポイントになります。さらに洗う際は筆の軸を沿うように水を流すことで長持ちするんだそうです。洗い場が、私たちはやっぱり学校としては子どもたちが学びをしっかりしてほしいっていうのが一番なので、そこはうちの方にもご理解いただきたいなと思っています、うん、ということで伺ったところ、適切な授業時間の確保であったり蛇口の数がやはり不足しているということが学校で洗えない事情としては挙げられています。で、筆なんですけれども、使った筆はすぐに洗わなくてもその日のうちに洗えば傷まないということなんですよね。犬山さんはどう感じましたか。まあ、こういう理由を教えてくださると多分理解できる方もまあ多くいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、あのやっぱ流し、あの洗った時にパッパッパってこのね習字の墨が跳ねてるのを見るとわーってなっちゃうので、あれって何でしたっけ、ペットボトルのお茶のまあここ切って半分に切って、でそう流しのところにやるとまああんまり汚れないで済むっていう技があるので、それとかを活用しつつとは思うんですけれども、やっぱり持って帰るって結構な負担だと思うんですよね、うん、なので、まあ、放課後自分たちでその流して洗えば、うん、そこで洗ってもいいぐらいのその柔軟性はなんか欲しいかなっていうのはちょっと保護者としては思います、うん、そうですよね、まあ、あの学校の授業時間もそうですし休み時間の間だけだとやっぱりこうなかなか終わらなかったり、うん、こう遊んできちゃう子が出てきちゃったりするっていうような先生のお話が別の学校でもね聞かれたりはしたんですけれども、何かこう例えばバケツの水を置いておいて放課後誰か当番を決めてその日は洗うとかっていうことももしかしたらできるかもしれませんから、ここはこうお互いが着地点を見つけていきながらというのもね一つできることじゃないかなというふうに感じます。そして学校の謎ルールを話し合おうということで今回はもう一つあります。議題としてはこちらなんですけれども、なぜ置き勉が禁止されているのかということで、まあ置き勉というと学校に教科書や勉強道具を置いて帰ることなんですけれども、これについてもですね SNS で様々な意見が出ていました。はい、こっそり置き勉した長男が先生にバレたって言ってたとか、ランドセル重すぎ11歳なのに肩こりとか、通学カバンの重さ以上優に10キロは超えるなんていうことがありましたが、この置き勉が禁止されていた中で生徒自らが行動した実例もあるということで、広島市の牛田中学校の事例なんですが、まずはこちらをご覧ください。体重計で測ってみましょう。これは2017年に生徒自らが制作した動画です。そもそも教科書が昔と比べて大きくなって種類も増えています。これが昔の教科書です。これが今の教科書。 1.5 倍は大きいですね。 1.5 倍重いということですね。自分たちでなぜ荷物が増えるのかを考え、生徒や保護者に置き勉についての意見を求め、先生とも話し合い解消の糸口を探っていく内容になっています。はい、ということで犬山さん、あの牛田中学校ではこういった動画がきっかけになって置き勉が認められたんだそうです。いや素晴らしい、うん、もうこのね生徒たちのこの動きも素晴らしいんですけれども、やっぱりこれでもね生徒で言わせる前にその先生、まあ、先生たちも時間ないと思うんですけど、大人側がこれ本当に必要なルールなのかなっていうことを先に議題に挙げて考えるってことも必要なんじゃないかなっていうのはちょっと見ながら思いました。あ、そうですよね、まあ、こう見守っている側も含めて考えられることは山崎さん何か、ね、考えていきたいなというところありますよね。そうですよね、うん、でも本当になんかこうやっておかしいなって思うことをここまで行動に移せるって素晴らしいことですよね。素晴らしい。
うん、でそんな中なんですけれども文科省はですね実は2018年にこんな通達を出しています。はい、児童生徒の携行品に関わる配慮についてということで一部抜粋なんですが、児童生徒の携行品の重さや量について改めて検討し必要に応じ適切な配慮を講じるようお願いするということで、まあ、要するに文科省はやんわりと置き勉認めているというような形にはね、なるのかなと思うんですけれども、うん、にもかかわらずこんなデータがあります。はい、2022年に小学校低学年が対象の調べではいまだに4割以上が置き勉を禁止しているということで、これはなぜなのか、そして子どもたちにはどういう影響があるのか専門家に伺いました。話を伺ったのは小学校のランドセルに関する重さの調査などを行っている大正大学の白戸教授。いまだに置き勉が禁止される理由とは。自治体によってなんですけども、教育委員会によってのいろんな判断がございましてですね、振り返り学習ですとか家庭内学習をするということであえて奨励をしてないという地域はある程度の数はございます。またですね、前日の夜にランドセルの中に時間割に沿って教科を入れるということも大切なことであると、まあ、そういったですね、しつけ的なところでも時間割に沿って入れるのが当たり前だよというような指導をしていらっしゃる自治体も多数ございます。さらに盗難・紛失防止の観点や十分な置き場所を確保できないことも推奨されない理由の一つだといいます。とはいえ小学校低学年を対象にした調べでは9割の児童がランドセルを重く感じるという結果も。こういった重量物を背負っていることによって学習にも悪影響を及ぼす可能性があると思います。重すぎるランドセルが子どもたちに与える影響とは。置き勉禁止によって重くなるランドセル、子どもたちにはどう影響してくるのでしょうか。整形外科医の芝先生によると、徒歩通学される、平均的な時間というのは20分から30分程度だと思いますけども、その間こういった重量物を背負っていることによって首から肩にはかなりの負担がかかると思います。起こりうる症状としては首、肩、背中の痛み、またはリュックサック麻痺と呼ばれる肩甲骨周囲の運動麻痺などがあります。重たい荷物を背負うことによって肩甲骨のあたりが下に引っ張られることによって神経に牽引力がかかって麻痺が起こるというものです。そういった患者さんもいますし、中にはなかなか気づかれない場合も多いですね。それが常態化するとさらなる悪影響も。荷物が重たいがためにですね、重心が後方に移動してしまいます。それを補おうとして背中はですね、猫背になって首が前に出た悪い姿勢になってしまいます。そういった悪い姿勢になることで首や背中、腰の疲労感が出現しやすくなってですね、長時間座っていることが難しいなど学習にも悪影響を及ぼす可能性があると思います。ではどうすればいいのか。白戸教授は解消には今後学校の授業と家庭学習の在り方を変えていく必要があると言います。我が国というのは学校で学んだことは家庭に帰って振り返りながらやるという伝統的な学習法というのが脈々と流れております。まあ、対してですね、米国などではもう手ぶらで行って手ぶらで帰ってくるような勉強は学校で、家に帰ったら遊ぶ、親と話す、そういったですね、違う文化がありましてですね、まあ、そんな中でですね、がんじがらめの窮屈な授業体制っていうのはこれからどん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 改善していかなければならないかなと思います。わざわざ学校から帰って机に向かってカリ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 書くんじゃなくて、もっと親と話す、いろんな方々と今日学んだことを話す、手ぶらで帰ってもいいからそんなことを話す場になればよろしいのかなと思っております。ということで学校の謎ルールということで皆さんからご意見をお寄せいただきました。まあ、今現在の話もあればですね、ご自身が学生だった昔のお話もあると思います。まあ、改善されていることもあるかもしれませんが、ご意見をご紹介していこうと思います。まずは一つ目、リランママさんです。女子の髪は一つ結びか二つ結び、高さは耳の下ということで、やはり稲山さん、髪のルールは多いですね。ちょっと本当にこれ理屈わかんないんですよね。高さんとかなんでそれが指定があるのかっていう、その納得感のある、ね、説明がないのであればちょっと嫌だなっていうふうに思いますけどね。で、2つ目、しげさん、
マフラーは OK、ネックウォーマーは NG。 なんでなのか、これちょっと山崎さん不思議な感じはしますね。いや、もう意味がわからないですね。犬山さんも、まあ、巻くということに関しては同じなのかなっていうね、この問題ですけど。そうだから、それまでネックウォーマー使ってた子にすれば新しく買わなきゃいけない出費なわけですよね。これもちょっとよくわかんないですね、うん。これをね、なぜなのかということが説明できるのかというところになりますが、最後はラルンさん、冬でも学校指定のコートを着たらダメ、じゃあなぜ買わせるのということで、確かに何のために買ったんだろうっていうところありますよね、犬山さん。いや、ちょっと全く意味がわからなくて、もうちょっと意味のわからないルールが実はちょっといじめにもつながっていくんじゃないってことを指摘させてください、はい。あの NPO のそのストップいじめナビが取ったまあデータによると、まあ、いじめってその環境からもその起こり得るっていうことがあるんですね。そのいじめが起こりやすい教室っていうものがあると。でそれがどういう教室かっていうと、やはりあの教師がその抑圧的な態度をとるっていうことが、そのまあストレス差になって子どもたちがそこからいじめが起こってしまうっていう、そういった指摘もあるので、うん、あのもちろんね、例えばそのルールの先に例えば先生たちの実は負担軽減があるんだよとか、理解ができている、その納得感のあるルールであれば子どもたちも多分理解して、そこにストレスをそこまで感じないと思うんですよね。なので謎ルールは、そう、なんでじゃあそれがあるのかだったりっていう説明っていうのは、もうこれ家庭でもそうなんですけれどもね、ちゃんと子どもたちと話し合う必要があるんじゃないかっていうのはすごい強く思っています。お互いがしっかりと過ごしやすい環境を素直に話せる環境というのが大事なんじゃないかなというふうに感じました。神子と学部でした。ホーム広島ニュースチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。この機会にチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。